今回なんですけども、今日ね、東大寺、奈良の東大寺の方に撮影に行って、今帰ってきて、動画回してます。で、その時に行った荷物なんかを、カバンと荷物なんかを公開して、中身初公開みたいな動画を作ってみました。ですね、今回持ってったバッグなんですけど、マンフロットさんの、アドバンスドメッセンジャー M3 っていうバッグになります。はい。で、こちら今日選んだ理由っていうのは、近鉄の日本橋駅から奈良駅まで、電車に乗ってったので、交通機関に乗る場合、バスとか電車とかっていう場合は、僕、メッセンジャーの方が便利だと思ってるので、今日はメッセンジャーを選びました。はい。で、これ軽くちょっと紹介していきますと、外側からね、まあ、ここに、財布とか入るちょっとしたスペースがあるっていうのと、ここですね。はい。ここから機材を取り出すことができる。はい。マック。で、止めるのは、ここにバックルがついてて、はい、ベリベリで、こうやってできるんですけど、こういうバックルがついててできるんですけど、こうやってしっかり止めてても、止めつつも、ここから機材だけ取り出すこともできるっていうバッグだったりします。で、こちらですね。はい。メッシュポケット、両サイド、ついてます。で、この中に入ってるのが、携帯座布団ですね。はい。機材を取り出すときに、まあ、ベンチなんかが濡れてたら、なんか、下敷きみたいな感じで、はい。いつも持つようにはしてます。で、他には、はい、後ろですね。スーツケースのハンドル部分に、こう、通すことができるループっていうのがついてるんで、はい、これがついてる、ついてないかっていうのを僕選ぶポイントだったりしますね。で、ここにも、はい、ちょっとしたに、小物が入るスペースがあったりします。奥まで。はい、入ってる。はい。で、こちらの方が、メッシュポケットと。で、開けていくと、はい、ここにも、小物が入るスペースがありますと。で、ここには、こう、フィルターとか、ペンケースとか、入る。ちょっとした小物が入るのと、今日持ってったのは、これと、これぐらいかな。はい。スモールリングの工具ですね。はい。六角とかが入ってる、やつですね。はい。三脚とか持っていくときに、三脚をこう、カメラに固定するプレート。あれなんかでも六角使ったりするんで、これいつも持ち歩いてます。あとは、レンズクリーニングティッシュですね。レンズとかが汚れた場合に、さっと拭くやつも入れています。はい。で、中身なんですけど、こんな感じで入れてます。で、まず、PC を入れるスペースがここにありますと。はい。で、14インチまで入るスペースがあります。で、今日入ってるのは、iPad mini。パソコンは持ってかなかったです。で、中身を少しずつ取り出していきますと、まずカメラですね。FDR-AX700 を持ってきました。はい。で、大容量バッテリーですね。付属の電池より大きな、バッテリーです。めちゃめちゃ持つ。で、結構撮影したんですけど、25% ぐらいしか減ってないですね、今。さっき見たら。はい。全然すごい持つんですよね。4K 撮ってても。はい。これおすすめのバッテリー。ちょっとでかく重くなっちゃうんですけどね。はい。と、こちら。三脚。小型三脚がスポッと入ると。26センチある深さがあって、はい。ボッと入ると。で、この三脚は、ベンロっていう中国のメーカーですね。三脚メーカーで TR227C ってやつです。っていうのがある。日本で売ってるのかどうかわかんないですけど、これは中国で買いました。はい。どれぐらいだったんだろう。1000円ぐらいしたから今で言うと2万円ぐらいにするのかな。はい。で、AX700 ってちょっと大きいじゃないですか。1キロあるんで、ちょっと重いやつになると、ちょっと小型の、もっと小型の、ミニ三脚っていうのだとへたってしまうんで、はい。それで、機材が壊れてしまうっていう可能性があるんで、まあ、しっかりした三脚っていうのを持っていくようにしてます。はい。で、その他の、
荷物ですね。まず、マイク買いました。結局ね。普通のね、ロードのやつがもう、普通に取り付けることができないってことで、ね、どうしようかなと思って、結局、本ソニーの純正のやつを買いました。ECM GZ1M ってやつですね。ショットガンマイク。1万円ぐらいのマイクです。で、このモフモフっていうのは、付属されてないので、これは Amazon で別口で買いました。はい。これ、後ろまで入るんで、まあ、風防効果っていうのはすごい大きいんじゃないかなって思います。はい。で、こちらの方は、こういう風に端子になってまして、そのままホットシューにつけると配線なし。で、配線、マイク入力端子の方に配線を普通は入れたりするんですけど、そのコードがいらないと。はい。直接挿して運用できると。はい。お手軽。うん。ソニー純正、結構いいですね。それの辺が。はい。で、あとは、DJI ポケット2。はい。持ってきました。さすがに、AX4700、ビデオカメラを取り出すのがちょっと、勇気がないっていう時に使ったりします。で、今日の場合は、日本橋駅から奈良駅までの間、電車に乗ってる間ですね、ちょこちょこ動画撮ったんですけど、その時に使いました。はい。やっぱ、電車の中とか駅の構内の中で、AX700 とかでかいビデオカメラを取り出すっていうのはちょっと勇気がいるんで、こういう小型カメラ、はい、いいと思います。で、あとは今日は使わなかったんですけど、DJI ポケット2に使うマイクですね。と、これは、レリーズケーブル、録画ボタンとズームなんかがついてるやつですね。はい、これは今日使わなかったんですけど、もしかしたら使うかも、三脚持ってってるんで、使うかもと思って持ってったんだけど、使いませんでした。はい。あとは、これ、付属のレインカバーですね。このカバンのレインカバー。雨降った時も安心と。で、あともう一つが、ここですね。先日紹介した、ワイコンですね。はい。これは東大寺の中とか、東大寺に入るちょっと手前ぐらいからつけ始めて、はい、東大寺の中も撮ってみました。はい。これ使いましたね。で、あとは、バッテリー。これがもともと付属されてたバッテリーね。大きさが中間ぐらい。これよりも小さいのもあるんですけど、それは HDR シリーズなんかでも使われてるバッテリーですね。が、もっと小さいやつがあるんですけど、付属されてたのはこっち。AX45 とか AX700 は、この電池が付いてると。で、以上かな。はい。で、中身はこんな感じ。ベリベリがついてて、まあ、この仕切りをいろんな位置に変えることができると。そのカメラに合わせて。で、こんな風な感じで、ズボッと一眼を入れるとか。はい。そういう風な機構になってますと。で、仕切りが3枚。短いのと、ここに1枚短いのと、1、2、3。で、あとは、フィルターなんかを入れる、はい、フィルター入ってるんですけど、ポケットがこっちにも両方2つあると。いった感じです。はい。じゃあ、ちょっともう一度入れ直してみようと思うんですけど、まず三脚。はい。深さが本当さっきも言ったけど、26センチあるんで深いので、このバッグいいところなんですけど、三脚、小型三脚がズボッと入ると。はい。で、あとは、大容量バッテリーと、こちらにフードがついた状態で、はい、入れることができると。こんな感じ。あとは、電池。バッテリーを入れて、ワイコンですね。ワイコンも入れて、はい、マイク。マイクも、マイクのケースがそのままついてたんで、マイク。で、これもマイク。DJI ポケット2のマイク。で、DJI ポケット2。っていうのと、あとはレリーズケーブルとかカッパーを入れて、最後に iPad mini と、はい、入れて持ってきました。
はい、こんな感じです。まあそんなに重くなかったです。で、やっぱね、このカメラバッグなんですけど、ちょっと大きめなんで、荷物いっぱい入るんですよ。前にね、ビデオカメラも持ってって、デジカメも持ってって、みたいな、静止画も動画もみたいな感じで持っていくと、肩がすごいやられてしまって、もうすごい痛くて、みたいな感じだったんで、はい、このバッグ使うときは、もう動画撮影だったら動画撮影だけの荷物っていうふうに絞って持っていくのがいいんじゃないかなって思います。はい。で、まあ、デジカメとも、ビデオも、って言ったら、リュックタイプの方がおすすめ。はい。っていう感じです。はい。今日は、東大寺に持ってった機材を、軽く紹介してみました。以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。